さあ豆太郎くんですよ。うち来て2週間ぐらい経ちますかね。よく慣れてます。これをね、入れたり出したりしてるんですけどね、肩か頭に飛んできますね。まず頭に飛んできたら、まあ、滑りそうになる時ありますけどね。そしたら肩にポンと降ります。やっぱり、ね、頭とか顔を触らせますよ。はい、よいしょ。はい、行って。よーし。チチチチチ。あら、石星が今探してた石星が出てきました。これの、これの仲がいいんですよ。これ、ま、マメちゃんとこの石星は。一羽残ってるヒナですけど、ね。今はね、変な声は、ウロコと七色メキシコが喧嘩してましたね。これ今ね、いないからって探してたの、この石星を。どっか隅っこの方におったんですかね。このマメちゃんの声を聞いて出てきましたね。同じ時期に、確か同じところから来たんじゃないかと思いますね。だから両方とも2週間ぐらい経つんですよ。これはもう仲間がね、みんなお迎え来ちゃって行っちゃいまして、寂しそうですけどね。これが唯一残った友達です。はい、はいはいはい、ここはもうちょっと経ったらあげるからね。これはね、もうほとんど一人餌なんですよ。こっちはもうほとんど刺し屋やっても、まあ、ほんのちょっとツッツッツッとぐらいつつくぐらいですね。こっちは何本かまだ食べます。でももうやらなくても大丈夫だと思いますよ。